旅に出てある場所で何かを思い出す。昔の友達、かつての自分、あの頃を大事にしていたこと。その曲を聴くとあの場所を思い出す。風の音、その風に乗ってくる匂い、光の差す角度、旅は過去と未来を含んでいる。言い換えれば、旅はあなたの中にある。ここにいても旅ができる。アンテナ Traveling without moving。 こんばんは、野村邦一です。アンテナ Traveling without moving。 この番組は札幌 FM ノースウェーブ、東京 J-WAVE、 名古屋 ZIPFM、 大阪 FM802、 福岡クロス FM の JFL5 局をつないでお送りします。今日は3月12日、卒業式の近い時期になってきました。今年は桜が咲く頃に卒業式がある人もいるのかな、どうなんでしょうかね。僕が一番好きな季節です。今日も最初にお便りを読みたいと思います。ラジオネームナッシュさん。旅の話は少なくとも人に聞かせるという点で美化してしまいがちであります。実際その時は大して何も考えていないし感じていないのに、振り返って意味付けをしてしまいたくなるのは不思議なものです。学生の頃、運よくニュージーランドへ一人旅する機会に恵まれました。陽気なバスの運転手が英語で喋り続けている中、言葉がわからない私は、当時ヘビーローテーションになっていたジョン・メイヤーの My Stupid Mouse を聞きながら、人の数より多い羊をぼーっと眺めていた記憶があります。実のところあまり記憶が鮮明ではないのですが、それでもいい旅だったと思いたい気持ちが強いように感じます。とまあこんなところで終わりにします。これからも素敵なお話を楽しみにしています。ありがとうございます。そうですね、僕もニュージーランドでぼーっと羊を見たことがありますが、何を考えていたのかというと、数えたら寝れるのかっていう、まあ実際に数える前に寝てしまった気がしますが、そういう意味のない光景っていうのを後でなんとなく確かに意味があったことのように思い出します。アンテナ Traveling without moving. This program is brought to you by アンテナ。付き合っている彼女の父親を空港まで送ってきた。もちろん会話なんて弾むわけもなく、しかも飛行機の出発が遅れていて、なんだか気まずい。あ、お父さん、俺コーヒーでも買ってきましょうか。いや、結構。はあ、なあ、たかし君。はい。なぜ娘は君を選んだのかな。え、私は君のことが大嫌いだ。はあ。君は娘を本当に幸せにできるのか。私はね、君の本心が聞きたい。それはどうなんだね。本当は迷ってます。俺まだ若いし、仕事だってこれからだし、これが正解なのかって正直迷ってます。すいません。そうなのか。こんなんじゃ
ダメですよね。いや、安心した。え？この後に及んでいい加減なことを言ったら殴ってやろうかと思ってた。いいんすか？こんな俺で。人生はどこに向かうかよりも誰と進むかなんだよ。ではそろそろ行きます。なんか飛行機が遅れて逆に良かったです。俺決めました。絶対に幸せにします。新しい自分を見つけたい時、人生のチャンネルは多い方がいい。アンテナ。野村くん一がナビゲート、アンテナ Traveling Without Moving。 前半は皆さんからのお便りをご紹介していきます。ラジオネームプライベートアーミーさん。野村さんこんばんは。3月に結婚式を控え、その後に新婚旅行に行こうと考えているのですが、嫁さんはイタリア、フランス、僕はキューバと行きたい国の意見が全く合わず、さらにマリッジブルーに拍車がかかりそうです。野村さんがおすすめする国などがあれば教えていただけないでしょうか。リクエストは間でシュラグです。ありがとうございます。これは趣味が合わないというか、ただキューバにもイタリアの人とかたくさんいますけどね。なんかそれでごまかせませんかね。もしくは国際的な契約とか、例えば日本の会社とニューヨークの会社がするときって、契約書のその法律の関係上、結ぶ場所っていうのを真ん中にしたりするらしいんですよね。東京とニューヨークから距離が同じぐらい。まあ敵の陣地で契約書を巻くっていうのはどうも良くないということでやるらしいんですが、プライベートアーミーさん、イタリア、フランスとキューバのちょうど間の国に行ってみるのはいかがでしょうか。続きまして、ラジオネームキラキラカムイさん。私は先日憧れの人に会いに長野県立科町に仲間と共に行ってきました。バスに揺られたどり着いたその町の景色はまさに雄大。雪化粧の山に囲まれたその町は、都会の喧騒に疲れた私の心に強烈な癒しを与えてくれました。仲間と薪ストーブを前に話し込んでいると、以前落ち込んでいた私を助けてくれた人が突然現れたのです。思わぬ会合に気持ちはさらに盛り上がりました。そして久しぶりに会う人たち、新たな出会い、憧れの人との再会。冬の長野は寒いですが、自然と人の優しさに心温まる素晴らしい旅でした。リクエストは特急列車の中で夕日に染まる雪山を見ながら聞いたエブリシングバットザガール、タイムアフタータイムをお願いします。ありがとうございます。いいですよね、雪山。僕も先日知り合いのお家で群馬の山あいの家に行ったんですけども、まあとにかく雪はすごいですよね。積もったらいいなぁなんて思ってたら、次の日朝起きたら積もりすぎて車が見えなかったですからね。必死に雪をかき分けて掘り出しましたけど、なんか雪山の雪が降ってる時のシンシンと、絶対音はしないんですけどするようなあの感覚っていうのはとっても素晴らしいと思いますし、誰なんでしょうね、雪が降るのをシンシンって最初に使った人っていうのは。その人はノーベル賞ものだと思います。続きまして、ラジオネーム焼きしめさばさん。焼くんすかね、しめさばって。大学時代の友人が今年の4月からバルセロナに駐在することになりました。旅と仕事は違うかもしれませんが、彼にとって初めての海外です。大学を卒業してからも頻繁に夕飯に行き、いろんな話をしました。お互い大人になったような、そうでもないような。彼にとって初めての海外、どんな風になって戻ってくるか楽しみです。
旅をして失うものなんて何もない。いい年の取り方ができればベストですよね。リクエストはビルトゥースピールのカーをお願いします。ありがとうございます。きっと、薬師メサバさんのすごい大事な友達なんでしょうね。なんとなくこのおはがきを見るとそんなのがわかるんですが、まあ遊びでも仕事でも初めての土地、しかも遠いところに行くっていうのは、まあドキドキと楽しみと、多分ドキドキの方が強いのかもしれませんが、きっと素敵な時間を持てると思います。バルセロナっていうのは本当に陽気な街で、何ですかね、時々思い出しては行きたいなと思うんですけども、海も近いし、バールで酒を飲んでギターを弾く人たちもたくさんいますし、5月から9月の終わりぐらいまでがベストですかね。ぜひ焼きしめさばさんも訪ねに行ってあげてください。続きまして、ラジオネームあの頃に戻りたい、Me Too です。先週の火曜日、飲み仲間、日本人、スペイン人、ポルトガル人と飲んでいたんですが、その日は皆いつも以上に盛り上がり、カラオケに移動し、またかなり飲み、大騒ぎしました。朝起きて二日酔いどころか、まだ酔っ払った状態でしたが、シラフを装い会社に行きました。しかし昼前に力尽きました。午後の仕事をキャンセルし、上司に体調不良なので早退する旨を伝えたところ、お前びっくりするほど酒臭いからな、しっかり休めと笑いながら言われました。いい上司に恵まれて感動しました。日本人勢は皆二日酔いでパフォーマンス低下、一方のヨーロッパ勢は爽やかに仕事をし、また飲みに行ったようです。羨ましい。くんちさんは二日酔いになりますか？また飲みすぎてしまったらどう対処していますか？これはもう外人には勝てないですけどね。アルコールっていうのは体の中の水を出しちゃうらしいんですよね。なので二日酔いってあれ脱水症状らしくって、例えばビールをたくさん飲んでるから水分補給してるだろうと思うと、飲んだ分だけ、まあ、出しちゃうらしいんですよ。なので飲んだ量と同量のお水っていうのを常に飲むとならないって聞いたんですが、試そう試そうと思っても酔っ払って忘れるんですよね。飲みすぎてしまったらどう対処するか、喋らないでうなずいてるに限りますよ。だいたい朝の打ち合わせで、今日は野村さん思慮深いですねとか言われるときは、もう喋ったら匂いでバレるっていう時です。リクエストから3曲続けてお送りしました。1曲目がアイダでシュラグ、2曲目がエブリシングバットザガールでタイムアフタータイム、3曲目がビルトトゥースピールでカーン。ビルトトゥースピール、これはなんか懐かしい名前ですね。久しぶりに聞きました。そして2曲目のエブリシングバットザガール、この人たちは大好きで、この番組でもしょっちゅうかけていますが、彼らはオリジナルも素晴らしいんですが、カバーをやらせるととんでもなくうまくてですね、コステロのカバーをしたり、いろんな人の曲をほぼオリジナルより素敵に歌ってしまうんですが、この曲はシンディ・ローパーの原曲が、まあ、一番有名ですし僕も好きなんですけども、エブリシング・バット・ザ・ガールのカバーってのはその次にいいバージョンかなと思います。野村君一がナビゲート、アンテナ Traveling Without Moving、 JFL5 曲をつないでお送りしています。午前の便で空港に着いた。出口は出迎えの人であふれている。
今日からこの町で一人暮らしを始める。親元を離れる不安よりもワクワクする気持ちの方が大きい。一つだけ辛かったのは飼い猫のみーちゃんとの別れだ。ちゃんと自炊するのよと母がスーツケースがパンパンになるぐらい調味料とか食材を入れたせいでものすごく重い。大丈夫、意外としっかりしてるんだからとかなんとか言ってるそばから門道に迷ってる。駅はどこ？どの電車に乗るんだっけ？ああ、お腹空いた。私、この街で生きていく。今より前に進むとき、人生のチャンネルは多い方がいい。アンテナ、暮らし。したのは坂本慎太郎でまともがわからない、うっかりしていてですね、今まで一度も坂本さんの曲もゆらゆら帝国の曲もかけてなかったと思うんですが、夜これはですね、一人で酒を飲む時にこの人の音楽っていうのはとても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 素晴らしいと思うんですが、まともがわからない、これは子供と一緒にいる時に叱ってる途中でなんでって言われると、なんでだっけ、何がまともなのかわからないなっていうことを繰り返した心境にとてもふさわしい曲です。アンテナ Traveling Without Moving、 今夜の後半は卒業についてお話ししたいと思います。旅番組ということでやっていますが、僕の旅の一番最初っていうのは、まあ、幼い頃幼稚園まで電車で通うことから始まった気がします。まあ近所のじゃなくてちょっと離れた幼稚園に通ってまして、毎日一番前の車両に乗りたいと母親にねだってですね、乗っていたのは中央線なんですが、そのまっすぐに伸びる線路を夢中で背伸びして覗き込んでいたものです。運転手さんの背中だけが見えて、僕は発車と停車の真似事を毎日していたような気がします。まあ今で言うてっちゃんですね。まあ子供は全員てっちゃんなんです、もともと。そして窓から見える景色、左手に見えてくる中野サンプラザや新宿の副都心にニョキニョキと伸びる副都心のビルたちに僕は友達と名前なんかつけてました。来る日も来る日も母親に連れられて電車に乗り、やがて卒園を迎えました。幼稚園が終わってしまう、その時の記憶を僕は鮮明に覚えてます。春から小学生になる、もう大人になるんだ、まあそう感じていました。まあ春から一人で学校へ通うわけですから、まあそれに興奮もしていましたし、ドキドキもしていたのかな。卒園のあの遠足の時の記憶も、先生たちとお別れする時のことも鮮明に覚えています。そして小学校に入りまして、一人で通えると喜んでいたんですが、僕はその頃から電車嫌いになりました。まあ、早く起きれば通勤ラッシュに巻き込まれることはなかったんですが、ちっちゃい時から低血圧で起きれないので、遅刻ギリギリで学校に行くものですから、ランドセルが潰れるぐらいのラッシュに巻き込まれまして、まあ、そうすると窓から見える楽しかった景色っていうのもだん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 憂鬱になってきまして、高校の頃にはまず朝学校に行くっていうことがなかったような気がしますね。まあ、そんな僕ですが、子供を持ち一緒に今度は通園することになりました。しかも電車で、まあ、遅くまで仕事をして、そこからストレスで飲んでしまうことが多い僕にとりまして、朝起きて子供を送るっていうのは苦行以外の何者でもないというふうに感じてまして、絶対できないんじゃないかと思ってたんですが、まあ下の子供が今年卒園するんですが、今振り返るとですね、これは本当に楽しかったなぁと、そういう思い出しかないですね。赤ん坊から幼児となって、これからまあ一丁前に電車に乗る
料金を取られる子供となるわけですが、その短い間の季節を一緒に電車に乗るっていうのはすごく楽しいことでした。そしてそれは僕がまだ朝の電車が好きだった頃のことを思い出させてくれました。子供っていうのは通園の時間に前の日何をしたかとか、そういうことを夢中になって話してくれたり、誰と仲がいいとか、何を知って驚いたとか、たわいのないことをとても新鮮な言葉遣いで一生懸命に説明してくれます。まあ、こちらはとにかくうなずいて驚いたり感心したりしていたんですが、何が面白いかっていうと、僕は仕事の一つとして原稿も書くので、言葉遣いは、まあ、なるだけ正しく簡潔にというのが、まあ、叩き込まれたことというか癖にはなっているんですが、子供っていうのはそういうこちらの常識をすっ飛ばした説明の仕方をします。それを聞いてるだけで自分が随分つまんない大人になってたんだなとか、毎日感心することも多かったですし、それがやがてどんなに二日酔いでも徹夜続きでも送るのだけは苦にならないと感じるようになりました。ストリーム3曲続けてお送りしました。1曲目がポール・マカートニーで The Other Me、 2曲目が The Spinners で Could It Be I'm Falling in Love、 3曲目がストロベリースイッチブレードで Trees and Flowers。 電車で送るっていうと行きはいいんですけど、帰りは一人で結構寂しいもんなんですよ。それで iPhone に入れた音楽とかを聴くようになりまして、自分が若い頃はね、嫌がらせのように爆音でパンクだなんだを聞いてましたが、年を取ると心が弱くなるので、ちょっと明るい曲とかでですね、なんとかこれから続く一日を乗り切るぞという感じでこのような曲を聴いてみました。アンテナ Traveling Without Moving。 今夜は卒業についてお話ししています。まあ通園とかっていうのはとにかく大変なんですが、その楽しさっていうのも、まあこれはなってみないとわからないのかなと思います。子供の成長を見るっていうのはもちろん普通の人から言わせると、まあもうそれだけで素晴らしいことじゃないのっていう話なんですが、僕はなんかこう、もちろんそれもあるんですけど、それと同時に自分の人生を巻き戻しでもう一度見てるような気分になることがあります。子供が初めて触れるものや初めて何かをするっていうところを目撃した時に、自分の子供時代へと一瞬でこうタイムワープするような気分になるんです。まあ、それが忘れていた感情だったり忘れていた思い出、そういうものを瞬時に自分の心にまた呼び戻してくれると言いますか、それは素晴らしいことだと思うんですけども、この巻き戻しの映画を見終わった時に、子供は大人、僕らはじいさん、まあなんとも切ないロードショーだなぁと思いますが、とにかくすごく面白いです。なんて言ったって、ああ自分もこういう風に感じてたなぁっていうことを突然思い出したりします。まあそうやってシンクロすることは多いんですが、願わくば途中からは僕と同じような成長の仕方をしないでまともに育ってくれればいいなぁと願ってますけども、僕にとってこの数年間の間、朝の子供を送るというのは一番楽しい旅だったような気がします。子供が小さいので自分の体をかがめて子供の目線でいろんなものを見ていましたが、その目線で見る景色のなんと懐かしいことって言ったらなかったですよ。最近なんか随分ちっぽけに見えるなぁと思っていたいつもの光景っていうのが、無限の広がりで見ることができました。それっていうのも、子供の時はやっぱり本当に目線が低いんで全てが広く大きく見えるんですが、それをいつの間にかすっかり忘れてまして、ああ昔
昔と変わらない光景を自分は背が大きくなっただけで随分見下して見ていたなぁということに気づきました。皆さんも電車とか子供の目線で一度乗ったり歩いてみてください。懐かしい気分になると思います。今はちょうど、卒業の季節です。リスナーの皆さんの中にもいろんな方がいると思います。バラバラに進学する人、親元を離れて一人暮らしを始める人、海外に留学する人、社会に出て働き出す人、まあいろいろいると思いますが、まずはおめでとうございます。終わりは新しい旅の始まりです。良い旅を。そして日本全国の幼稚園児の年長の皆さん、ラジオを聞いてると言われたことがあるのでこの場を借りてありがとうと言います。そして卒園おめでとう。小学生になったら一人でいろんなところに行けるようになるのかな。少しずつ少しずつ遠くを探検して自分の世界を見つけていってください。そして事故にはくれぐれも気をつけて、4月になったら友達を100人作ってください。そしてこれから子供の送り迎えを始める若いパパさんママさん、それから今まさにその最中で死んでるという人、こんなに素敵な時間っていうのは二度とやってこないと思います。これから始まる朝晩の貴重な小さな旅をぜひ楽しんでください。ゲージクレームへ行く。荷物が次々に出てきてはそれが引き取られていく。だけどこんな時自分のだけが出てこない気がしていつも不安になる。私もこのスーツケースと一緒だ。みんなと同じような髪型をして、みんなと同じような服を着て、みんなと同じような毎日をぐるぐる回っている。あれ、小川さん。え、小川さんでしょう。はい、久しぶり。は、ほら、俺中学の時一緒だった。ああ、思い出した。うん、俺すぐに分かったよ。ほんと久しぶりだね。うん、え、どうしたの、仕事休み。あ、うん、お姉ちゃんの結婚式で。そうなんだ、それおめでたいね。ありがとう。え、私が言うのもちょっと変だけど。いやいやいや、家族が幸せになるってなんかいいじゃん。うん、そうだね。変わんないね、そういうとこ。え、何が。いや、全然変わってなくてなんかいいね。それって成長してないってこと。違うって。じゃあどういう意味。あ、スーツケース出てきた。もうごまかしたでしょ。最初の一目で恋を感じないのなら恋というものはないだろうと、ある詩人は言った。まさかこんなとこで会えるなんて。本当だね。女をもっと楽しみたいとき、人生のチャンネルは多い方がいい。アンテナルーマン。久美智がナビゲート、アンテナ Traveling Without Moving。 札幌 FM ノースウェーブ、東京 J ウェーブ、名古屋 ZIP FM、 大阪 FM802、 福岡クロス FM の JFL5 曲をつないでお送りしました。アンテナには今日ご紹介した内容や楽曲をはじめ、日曜の夜にゆったり読みたい記事がセレクトされています。まあ幼稚園児の話をしましたからね、これじゃないでしょうか。これ一台でパパもママも大満足、前輪も後輪も駆動する超快適電足ビッケグリ。まあ早い話が電動自転車ですね。子供を持つとカッコつけてなんていられないですからね。イタリア製のロードバイクが好きなお父さんも、僕みたいな BMX しか乗らないなんて意気がってたおバカさんもですね、みんな仲良く電動自転車を乗るようになります。皆さんもいかがですか。自分の行動距離が2倍になりますよ。
ちらもぜひご覧ください。ではまた来週この時間にお会いしましょう。野村くんいちでした。アンテナ Traveling Without Moving. This program was brought to you by アンテナ